ここは逆に徳川学院久我山が、そうですね、大きなチャンスです。チャンスになりますね。ここもふわりと上げたボール、これは走り込んだ選手の上、ミドルシュート、深く捉えて入りました。15番の代わって入ったヒルマター、そうですね、打ったボールが角度を変えて思い切ってシュートを打ったことが功を奏しました。がっくりうなだれるのは広末陸です。このボール球ですよね、思いっきりシュート打つんですよね。山本です。いや、足によく当てましたね。13番代わって入った2年生戸田圭介が決めていきました。アディショナルタイムに入っての5、15番の代わって入った昼間か、勝ったのは青森山田です。ただここは逆に徳川学院久我山が、そうですね、大きなチャンスです。チャンスになりますね。そうですね、打ったボールが角度を変えて思い切ってシュートを打ったことが功を奏しました。がっくりうなだれるのは広末陸です。このこぼれ球ですよね、思いっきりシュート打つんですよね。ここもふわりと上げたボール、これは走り込んだ選手の上、ミドルシュート、深く捉えて入りました。